皆様こんにちは、きんぴらごぼうでございます。今日は豚汁を作っていきたいと思います。よろしくお願いします。今日使っていく材料は鶏ガラスープの素と、それから麹味噌と大根とごぼうと人参とこんにゃくを入れます。あとお肉を入れます。豚バラを入れます。あと最後にこの刻みネギを入れます。大根は1本の半分ぐらい使います。このぐらい使います。こっちを使います。あとごぼうも1本使います。あと人参1本と 400g のこんにゃくを1個入れます。大根は皮を剥きます。大根は半分に切ります。1本の4分の1にします。こういう感じにします。でこれぐらいの大きさにします。1個これぐらいの大きさにします。この鍋を使います。大根入れます。ごぼうは1本使います。ささぎりにしようと思ったんですけど、もっと簡単に切っちゃいます。ここから切っていきます。ちょっとここから切っていきます。これで半分にします。ここで細かく切っていきます。これも入れます。人参は1本使います。とりあえず洗います。人参は皮を剥かないで使いますので、きれいに洗います。じゃあ半分に切って扇形にします。人参も鍋に入れます。水は鍋にたっぷり入れます。あ、おかしい。鍋の動かれたらイタルしてからさ。多めに水は入れます。このぐらいでね。これで火をかけます。火は中火ぐらいにします。ちょっと薄。このぐらいの幅さに切ります。でこうして三角にします。こんにゃくも入れます。肉は 400g くらい入れます。アクが出てきたらアクを取ります。そしたら鶏ガラスープの素を入れます。キャップにこのぐらい入れます。
あと麹味噌を入れます。これぐらい入れて味を見て、薄かったらもうちょっと入れます。これぐらい追加します。これぐらい追加します。ちょっと風味付けに醤油を入れます。これお玉に8分目くらい入れます、醤油を。 色も良くなってきましたよ。お醤油入れたら豚汁らしくなってきたね。これで全体に火が通るまで煮ます。汁が減りすぎちゃった場合は水を足してください。これこの前作った栗おこわを冷凍しておいたものなんですけど、今日は豚汁と一緒に食べたいと思います。栗おこわを作った時の動画は概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方は見てみてくださいね。そしたらこれをチンします。ちょっとまだ半分凝っていますので 4、5 分温めます。そしたら中まで火が通ったので火を止めます。刻みネギをちょっと入れます。はい、わあ、美味しそうだ。それでは完成しましたので豚汁を食べてみたいと思います。大根から食べてみます。味がすごくよく染みて美味しくできました。スープも麹味噌と鶏ガラとお醤油をちょっと入れてあるので、とても深みのある豚汁になりました。皆様もこれから寒くなりますので、豚汁を作って心も体も温まって元気に冬を乗り切りましょう。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。バイバイ。